ミラージュ4、ミラージュ4、ミラージュ4は、フランスの超音速戦略爆撃機。フランスの核抑止力、ホースデフラッペとして、最初に戦力化された。第二次中東戦争へのアメリカ合衆国の介入を、受け、独自の核戦力が必要であると判断したフランスは、その一環として、核爆弾とそれを運用する爆撃機の開発を、1950年代、 中場より開始した爆撃機の運用構想では少なくとも爆撃業における半分の工程を高々度超音速巡航し敵の防空網から逃れられることが求められた当時ミラージュイーヤの開発中であった脱走では並行して双発の攻撃機を開発することとなったが1956年11月に爆撃機としての方向性が固まりまず 超音速巡航飛行による問題点を洗い出すため、当時、マッハ1.8以上の巡航速度で飛行する航空機は存在しなかった試験機ミラージュ401、ミラージュ401が製作されることとなった。その任務の正確上ナビゲーターを伴うため、福崎として開発されることとなった機体は、ミラージュ E を複雑化して拡大したような機体となり、ほぼ2倍の翼面積、機体重量、 複雑、創発、3倍の機内燃料を有する機体として完成した。試作機はパリ近郊の工場で18ヶ月を要して完成し、その構造、設計にはミラージュ E に比べて特に超音速飛行時の温度変化による金属の収縮、膨張に配慮された設計となっていた。1959年6月17日、ロラン・グラバニが操縦する。 ミラージュ401は初飛行に成功した。3日後の6月20日、第23回パリエアショー開催中のルブルジェ空港でシャルルド・ゴール大統領を含む観客の上空をフライパスしたのが一般へのデビューとなった。その後、ミラージュ401は試験飛行を続け、 1960年9月19日には 1000km を時速 1822km で飛行する当時の世界記録を樹立し、9月22日には 500km を時速 1972km で飛行した、マッハ2.08から2.14で飛行したことになる。一方、ソビエート領内へ進行するには、航続力が不足であるとして、 1959年5月5日には、より大型の機体の開発が、ミラージュ 4B、ミラージュ 4B の計画名称で開始され、1961年6月1日の完成を目標に3機が発注された。この計画では、機体をさらに2倍ほど大型化し、スネクマ社製、アター9ターボジェットに変えて、フラットホイット2の J75 を使用する計画だったが、 ライセンス生産によるエンジンの使用を回避するため、縮小型のミラージュ 4A、ミラージュ 4A 計画が選択され、1959年9月にミラージュ 4B 計画は終了した。ミラージュ 4A は、ミラージュ4で位置を拡大することにより燃料、搭載量を30%増加させた上で、空中給油需油機構を追加した機体に、スネクマより提案された、水力向上型のアター QD、 あとに休憩円を組み合わせることから設計が開始された。同時に広報装置及び各爆弾照準装置の開発も行われることとなった。まず、部分的な改良に止められたミラージュ 4A02、マージーブ A02 が1961年10月12日に飛行し、全面的に改良が反映されたミラージュ 4A03、ミラージュ 4A03 と、 水力5トンのロケット12機による、ラト、噴射式離陸補助装置にも対応した完成型ミラージュ 4A04、ミラージュ 4A04 が後に続き、正式化されることとなった。1962年5月29日、50機の発注が行われた。11月4日には12機の発注が上積みされ、1963年12月に、生産型の初飛行。 1964年2月の納入と続き、10月には最初の飛行隊が編成された。合計62機のミラージュ 4A が1968年3月までに納入され、9個爆撃飛行隊と1個練習飛行隊が編成された。なお、ミラージュ 4A 及び 4B は、イギリス空軍が開発して、後に計画が断念された。 BACTSR-2 の代替機として、イギリスに提案されたが、イギリス側の要求する、低空高速進行能力にとぼしいとされ、選定考慮の段階で除外された。当初に計画されていた、マッハイテン8号の快速を生かした高高度、侵入による戦略爆撃機としての運用は、進出半径 3500km を達成した。 しかし、速度に頼った高高度侵入というコンセプトそのものが、すでに防空システムの発達により自殺的な行為となっており、1966年には早くも電子技術の発達を反映して低高度侵入による運用を減り変える方針が立てられたが、これによって速度、進出距離の双方が低下することとなった。さらに、1970年代には低高度であっても、 無誘導爆弾による攻撃は危険性が高くなり、空対地巡航ミサイルアスンプの開発と並行して、アスンプへの対応を含めた改造型ミラージュ 4N、後に変更されミラージュ 4P、ミラージュ 4P となる型の開発が開始された。P は戦略進行型の頭文字である。ミラージュ 4P はアスンプ一発か偵察用カメラポットのいずれかを機体下部に搭載可能であった。 1982年10月12日に初飛行を遂げ、18機が改造され、1986年5月1日に戦力化された。ミラー14は長らく弾道ミサイル及び弾道ミサイル潜水艦と共に、フランス核戦力、ホースデフラッペの3本柱を担ったが、基本設計の古さは否めず、また老朽化も進んでいたために、1996年、 核兵器運用任務をミラージュ 2000N に引き継ぎ、残るミラージュ 4P はすべて偵察飛行隊に転属された。当初の予定では偵察飛行隊もミラージュ 2000N に更新する予定であったが、搭載予定の新型偵察ポットが間に合わず、暫定的にミラージュ海 1CR に引き継ぐ形で2005年6月23日に退役し、すべての機体が退役した。ミラージュ4は、 本来の戦略爆撃機としては実戦に投入されたことはなく、核兵器搭載機としての実戦運用は1966年7月19日にファン型ウファ干渉で行われた核実験でアン -11 核爆弾を投下したのみである。偵察機としては、偵察飛行隊2艦後のミラージュ 4P が、イラク、1998年から2003年、コソボ、 1999年、アフガニスタン、2001年等で運用されている。大型のデルタ翼、胴体両脇のエアインテーク、アター9エンジン、2機により、全体的な印象はミラージュ E の拡大発展型となっている。最大速度はマッハ2超を発揮することが可能だが、高度などの周辺環境にも夜が出せる速度は、マッハ2.2が限界とされている。 エンジンの燃費が悪いこともあり、機内には14000リットルもの燃料タンクを持ち、さらに常緑下に大型の増装を装備することが可能なほか、空中受油装置を装備する。操縦席は、乗員が前後に並んで登場するタンデム型で、キャノピーは分割されている。機種には給油用のプローブが収納されているため、レーダーは珍しく機種ではなく、胴体下部。 左右のエアインクの間に収められている。両翼には、それぞれ2本のパイロンがあり、内側には2500リットルの増装、外側には ECM ポットやチャフ、フレアディスペンサーなどを搭載する。内側パイロンには、通常爆弾の装備も可能であった。胴体下部のエンジン管は、各種併装反埋め込み式に搭載する、併装ステーションとなっており、核爆弾以外にも、 通常爆弾の搭載が可能で、ミラー 14P では、アスンプを搭載できた。4A のうち1972年以降に、生産された、後期生産型の12機は、CT-52 偵察用カメラポットの搭載にも対応していた。CT-52 は、抵抗度、高高旅のそれぞれに4機のフィルム式カメラを装備し、赤外線画像の撮影にも対応していた。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。